はい、どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。さてさて、横浜角丸枝野率いる立憲が推薦している山中ってのが当選いたしました。パッと見なんかシュッとしていいんかなって思わせるんですけど、震災起こった時不安、立憲や共産、労働組合が推薦する人ってあかんで。日本共産党は中国共産党と同じ組織、国際共産党、コミッテルって言ってるんですけど、正式名称はコミン、なんとかなんとかの部分はテルン。今現在コミッテルはなくなったことになっています、消滅したことになっていますが、コミッテルの指導団体が昔から分かってって、それは自由なおそうめん屋さんで、角丸枝野率いる立憲民主党はもともとはあの地獄の悪夢って言われてるけど現実地獄やったでーの民主代表の枝野が角丸って呼ばれてるのは、左翼過激派角丸派から献金を受けていたからやねんけど、角丸の正式名称、日本革命的共産主義者同盟、革命的マルクス主義派、悪界酸っぱい勢力に支持されて出てきた市長が選ばれたっていうことです。選挙は候補者の発言公約よりも後ろに何がいるんやろ、どこが推薦してんねんやろ、悪界酸っぱい勢力やったら選ぶのやめとこうって、悪界酸っぱい勢力がついてるかどうか確認するものやと思うねんけど、時々自民と民主が推薦してたり、なんやねんそれってやつもいるけど、基本的に野党の連中が推薦してたらあかんわって、いやでも自民入れた方が無難やったりするんよね。自民の候補もほんま情けない、なんやこいつっていうのもいるけどね。もう一度言っとこ、選挙は候補者の発言や公約よりもまず後ろに何がいるんやろ、この人は悪界酸っぱい勢力に押されてんねやろかって見るべきなんですよ。8月22日の九州朝日放送、久留米市で大雨被害家屋の調査を実施、記録的な大雨は仕方がないねんけど、久留米市では4年連続浸水繰り返されてるんですよ。8月16日の福岡 TNC ニュース、水に沈んだ町なぜ、久留米市の住宅3200棟が浸水被害、何してんの市は、住民は強い憤り、福岡県。このニュースを見て、どうせ市長って民主系やねんやろなと思って見たら、やっぱりそうでした。久留米市の市長は大久保勤、元民主、そして民進党に行ったやつで、肩書きは立派よ。あの悪夢の、いや現実地獄やったでーの民主党政権、第3次野田改造内閣の時に財務副大臣を務めた、だから影薄いから分かってないと思うねんけど、京都大学経済学部出身で前職が東京銀行、モルガン・スターレー証券、肩書き立派なので、まあなんとかやってくれるんちゃうかなと思ったんやろな。福岡市は2020年まで3年連続で大規模な浸水被害が起きてるんですって。排水ポンプの増強を図るなど対策を講じていますが、未だ完成には至っていませんやって。で、元民主の今の市長大久保勤が久留米市市長になったのは2018年1月31日から。とにかく市民がめっちゃ怒ってて、浸水被害を受けた市民、何してんの市は、市はもうちょっと動けと、税金取ってるんだから。5年間かけて支流から千曲川に流す排水ポンプを作るって言ってるが、あと2年後ぐらいですか、それまでにまた浸かる。こうした中、久留米市の大久保勤市長は16日午後、市内の排水設備を視察。そもそも速効性のある対策は検討されているのか、市長に尋ねました。で、大久保市長はおっしゃる通りで、スピード感を持ってやっていかないといけない、そのためには久留米市だけでは難しい、やって対策が追いつかないほどの豪雨は行政に重い課題を突きつけています。なんとも悲しい、虚しい、絶望的な回答ですよね。この世の中には悪界酸っぱい勢力があるっていうことをちゃんと認識すべきなんですよ。自民の中に悪界酸っぱい奴らが紛れ込んでいます。がしかし、
今現在の野党はオール酸っぱい悪い連中って思ったらいいね。ニュースの中にもいい人がいるっていう人いますけど、赤い酸っぱい勢力って誰かの指令で動いとるから、どんなにいい人でも恐怖支配されてて、自分の意思と裏腹なことせなあかんことになんねんから、選んだらあかんねんって。インターネット SNS では維新はクリーンな衛生党みたいな洗脳が繰り広げられていました。がしかし維新作った時にニースの連中わんさか紛れ込みました。維新の正体はティグレで、またご存知のない方は維新ティグレで検索してみてください。で、大阪府の知事はイソジンっていうあだ名がついている吉村ですけど、イソジン吉村って呼ばれるようになったのは昨年2020年8月、イソジン吉村と天がっぱ松井一郎や大阪羽曳の医療センター研究者と共同で記者会見を開いて、ポビドン用土でうがいをするとコロコロリンの陽性率が減少するという研究結果を発表。この説明の際に吉村が使用したフリップボードにデータの解析者として横浜市長になった山中の名前が記されていてんて、書かれててんて。で、今回の横浜市長選への山中の出馬が2021年6月29日新聞報道されると、すぐにインターネットメディアニュースソクラってところが、横浜市長選の山中教授あのイソジン会見に関与と題した記事を発信して、山中は7月13日に記者会見を開いて、研究チームに参加した事実はございませんと関与を否定。フリップボードの名前については無断で掲載されたと認識しておりますと述べた。やって、大阪府に対し会見の時フリップボードから山中の名前を削除するよう求め、府は事実関係の確認後インターネットに公表している会見資料から名前を削除した。またニュースソクラの運営会社に法的措置を含めて対応するとした通知書を送った。一方ニュースソクラは7月15日に編集長の土屋さんという方の名義で、山中が会見で述べた内容は全て虚偽、撤回および謝罪をこちらが求めると返した。泥沼になっている。その後のこと知りたい方はウィキ見てね。山中の何した私は維新も悪い酸っぱい勢力やって思ってるんですね。インターネット SNS ではワクワクさん推進派と反対派が対立していますよね。で、私の地区ですね、ワクワクさん予約争奪合戦が繰り広げられてるみたいなんですが、打ちたくても打たれへんって嘆いてる方多数。さすがスピード重視大阪モデルイソジン吉村が不調なだけあるわ。